はい、ということで、どうも皆さんこんにちは。Cチャンネルと申します。あ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。Cチャンネルと申します。神風でーす。ということで、本日は、逃走中、史上最強のハンターたちから逃げ切れ。を、やっていきたいと思います。勝った方に、100万円は出す逃走中やらない ?100 万円は出す逃走中って、おい、俺破産しようよ。俺も破産しながらやる。神風には、好きなだけ武器をね用意し、最初俺は何もしない。それだったらやる。本当に、うん、いいよ、どんだけでもやるどんだけでもやる。俺がこういう、例えばピストル持って、おお、あ、オッケー、オッケー、オッケー。しかももし神風が死んでもアイテムはねそのまま消えないので、別にミスっても大丈夫。神風が1回だけ俺を殺せばいい。楽勝じゃねえかよ。ちょっと神風準備時間かかりすぎやな。2,3 分あったから、2,3 分俺逃げていい最初。まあいいね、負けることないからね。じゃあ行きますよ、逃走中。よーい、ドン。ちなみにあの黒曜石破壊したら勝ちね、俺が。あの村のさ、あそこにある。ああ、これだな。じゃあ俺はこれを全力で防衛しなきゃいけないから。うん、そう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 。じゃあ僕は逃げますかね、たくさんね。ということで、改めまして、どうもみさん、こんにちは。Cチャンネルと申します。今回ですね、僕、見てもらったらわかる通り、今、クリエイティブモードを使っています。クリエイティブモードで、逃走中をやっていきたいと思うんですが、ちょっと、もっと遠くに行きたいんで、めっちゃ火薬も用意して、紙も用意して、何をするかって言いますと、まずね、火薬と、紙ガン積みのロケット花火を作っていきたいと思います。あ、こうか。火薬を3つ並べると、普通のロケット花火より、飛翔時間って書いてあるんだけど、それが長くなる。これ飛翔レベル1だけど。いいやつを、これを量産します。クリエイティブで。はい。量産して、ヘリトラを装着いたします。僕はクリエイティブで。シャキーンよしよし。ちゃんとね、着替えることができたんで、これで。あ、クリエイティブだ。クリエイティブよりこっちの方がいいかな。おーし、これで逃げていくぞ。じゃあなー、神風。ちょっとね、神風にも一応レーダー持たせててね、一応ね、場所はわかるんですが、まあもっとね、遠くに行ってやろうと思います。めっちゃ遠いとこの洞窟だからね。よしよし、掘りまくるぞ。あ、待って待って待って、危ねえ。俺死にそうだった。逃走中においてね、一回でも僕死んだら終わりなんで、危な。そして、今からね、やることはですね、コマンドブロックを使います。スラッシュギブ、コマンドブロック。はい、コマンドブロックを生成いたします。生成っていうか、置きます。このコマンドブロックに、あるね、コードを打ちます。フィルコマンドっていうのを打ちますよ。よし、できました。この、コマンドブロックに、レバーの動力などを与えると、ポンこんな感じで、透ける。ようになります。下のね、岩盤まで。リプレイスっていうね、コマンドがね、俺苦手で、なんかできないんだよね、毎回。だから地道にやっていきましょう。まあ、ダイヤモンドくらいはね、クリエイティブじゃなくても、こうやってね、適当にチートで、まあ、探せるんで。よいしょ。あ、ないなぁ。これダイヤモンドもくり抜いてる可能性あんな。全然ないな、ダイヤモンドって意外と。あ、あった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 。待って、ダイヤモンドあった。じゃあちょっと、ダイヤモンドを掘るための、またダイヤモンドを掘るために、ちょっと、ダイヤのツルハシを用意して、まあ、幸運とかもね、つけよっかな。なんだこの空洞、カナダコ、ん、なんでこの空洞って言ってる、え、見たところじゃん。ダイヤモンドあったけど、え、待って待って。おい、これ。え、バレてない、これ。え、なんかブロック置いてる。え、どうした、神風。え、おい、え、なんかすごい空洞見つけたんだけど。すごい空洞、なんだろう。え、これ、シーチャンネルが作ったやつじゃないの？え、俺が作った空洞って何？もしかしてここかな？あいたー！ほら、お、ここだー！あいたいたいた！ここかー！なるほどな。じゃあ俺は、どっか行ってよっかな。よいしょー。どこ行くの？よいしょちょっと待ってくださいね、皆さん。今から、一応最強の防具を、作っていきたいと思います。あ、ちょっと待てよ。これさ、無限にエンチャントできるとはいえ、もっとやべえエンチャントできるわ。ちょっと待っててくださいね。このコマンドを入力して、手に入ったのは、これ見て。高評価よろしくソード。これなんでこんな名前にしたかっていうと、これで神風のことを倒したら、ちょっと皆さん高評価よろしくお願いします。ということで、神風がね、今めっちゃ近くにいるから、武器とか、ちょっと防具も最強にしてみたいな。じゃあ行きます。このコマンドを入力すると、鉄のブーツ、ダメージ軽減255レベルが付与されました、僕に。これで、これだけで戦っていきたいと思います。これ僕今最強です、防御力。多分。サバイバルモードで戦ってあげましょうかね。よー、神風。え、どこどこどこ、ゲ
聞いてやったぜ。あちちちちちちちあちちあちちち痛てたい。戦うぞ、神子ちゃん。俺はスカイパーライフル持ってるから。マジかマジか、当たってないぞ。ほっ、うん、いっと、うん、惜しい。マジか。じゃあ殴りに行くぞ。めっちゃ飛ばされる。お、痛い。痛い痛い痛い。やだ。ノックバック255レベル、火属性ダメージなんていらないよね。ということで皆さん、これで倒したので高評価よろしくお願いします。とゲームモードクリエイティブにしてと。よし、神風を一旦倒したことだしね、コマンドブロックにて、ネザーゲートをね作っていこうと思います。うわー、このコマンドブロックなんだっけ、あまり意味の、あーこれか、このコマンドブロックか。よいしょ、できた。超で、あんまでかくないけど、まあでかめのね作れました。そして僕これ思ったんですよ、変身すればいいじゃんって思って、チートで。なので今から変身します。ちょっと偽物になっちゃった。笑ってる神風になっちゃった。よし、お、できた、神風できた。やったー、今日からね俺も神風として生きようかな。好きに変身してね、マードバス作戦やりたいと思います。で、もう一個火力になる最強のもの欲しいな、武器ちょっと作ります、チートコマンドで。よいしょ、コマンドを入力してハサミを手に入れました。こちらのハサミはですね、ダメージ増加が255なんで、まあ、単純計算でまあ300ぐらいですね多分。めちゃくちゃ強いねソードが出来上がりました。これでね、ネザーいっぱい行ってすぐに帰ってこようと思います。おやすみ。お、またある。え、なんか今おったな。あ、待って、待って、神風来てたな。ちょっと待って、俺はもうな、ネザーゲートの中入ったが、こっちだぜ。え、どういうこと？ドップルゲンガーいる。俺の顔と同じやつがいる。ドップルゲンガーじゃないよ、別に。ドップルゲンガーじゃないよ。あ、で、遅い遅い。神風のこの体、遅いな、使うの。あ、いたいたいた。何、そいつ。あれ、さすがにちょっと早すぎ。お、なんか、お、なんだなんだなんだ。やったー。今見た。うまかったらしい、今の。このレレ。切り裂く、このハサミで切り裂く。防具もねめちゃくちゃ強いからね。ということでネザー行きまーす。いや、危なかったな、神風が来たの。あ、待って、飛べばいいのか。今バレなければいいんだから。チートコマンド使えるんだから、スペクテーターモードも使えるんだわ。これだったら一生バレないけどな。それちょっとずる。あ、ブレイズのやつあった。じゃあちょっと狩りまくる前に、よし、モンスタースポーナーができました。お、ちょっと君、卵をちょうだい。で、モンスタースポーナーの中にこのブレイズをたくさん入れるとですね、ブレイズが湧くようになります、いっぱいね。なので、ね、ちょっとブレイズを倒しまくるための用の、はい、君たちはねこのハサミでワンパンさせてもらうからね。よいしょよいしょ。これ今使ってるバージョンがね、たまたまピグリンが湧かないバージョンの古いバージョン、 YouTube ショーツの問題でね、こうやって古典的な方法でやっていきましょう。てかいらんな、こいつ飼っとる必要ないかもしれない。あ、でもエンダーパール1個作れればいいから、まあいいのか。じゃあ帰ります。もうこんなとこ用ありません。待って、びっくりした、神風いる。どこ行った、スイチャンネル。じゃあちょっとここ塞いどくか。ちょっと迷路を楽しんでもらおう。何、神風、でもコンパスはそっちでしょ。コンパス通りに来ればいいさ。いや、こっちか、こっちやって言ってるな。あ、どこだろうね。あ、ちょっと待って、コンパスがおかしくなっちゃった。コンパスおかしくなった、なんでだろう。どこ行ったの、ピクシャの関係上。ちょっとじゃあ俺もう先に地上帰ってさ、今ネザーゲート壊そうとしてんだけどさ、今ネザーいるよね。もうネザーいるぜ。あ、じゃあ爆発しとくわ、ネザー。よし、じゃあちょっとバイバイ、カメカゼ。ちょっと待って、爆発しちゃってんの。え、もう爆発した、帰れないよもう。え、嘘でしょ。終わってない、終わってない。お、なんか待って、金で囲われてんだけど。お、すげえ。じゃあちょっと面白いこと考えましょう。あ、なんか言ってる、言ってる。バリア、そう、今このバリアブロックを入手しました。で、このバリアブロックをこんな感じで置いていきます。ちょっとバリアブロックね、見づらいからね、一番作業しにくいかも。よし、で、ここに入るように上から神風を TP させていきます、この中に。せーの、はい。
し、閉じ込めた。あれ、ちょっと待って、え、これなんか俺、さっきまで。え、あれ、レザーにいたはずだけど、え、おー、おい、どこいる。あ、バレた、バレちゃった。なになに、違う、俺だったけど。え、そうだよ。え、じゃあ、じゃあ、俺だよって。おい、なんで俺の顔。え、何してんの、髪の毛。なんでなんでなんで。よっしゃ、これ壊そっかな。ここから出たら神風。これどうやって出るんだよこれ。おい、出れねえんだよこれ。なんで？なんでだろうな。なんでだろうな。なんだってこれはバリアブロックだからな。出れねえ。じゃあちょっともっと用意してこよう。え、自滅すればいいんじゃないそれ。お、なるほど。あ、死んだ。待って。やばい。やばいかも。やばい。やばい。あぶねえ、今チャンネル。あ、どこ行くんだ、これ。どこ、早すぎるよ。バイバイ。そう、せっかく名月見つけたってのに。まあ、俺が教えてあげたんだけど。やばい、ゾンビに襲われて。ゾンビに襲われて。ゾンビと戦ってください。じゃあちょっと待って、バレないところで。俺そういえばね、エンドポータルクリエイティブで出せるわということで、ちゃんとね、内側からこのようにエンドの形をね作って生成していきます。そしてエンダーアイを入れる。あ、来た。見て、砂の場にちゃんとね生成することができました。あんまりバレないようにちょっと砂とかで囲っとこう。ん、おおお、よう神風。おお、危ねえ。違うか、危ねえ。あれ、どこ行った。俺いなくなったんだけど。え、いや、俺はいるけどな。なんかその辺にさ、俺ポータルあってからそれに入ったんだよね。うん、ポータルなんてな、あるんだけど、なんで？いや、わかんない。そういう仕様じゃね？え、ポータルってもう、え、嘘でしょ？来た来た来た。おい、そいつらどこにいんだよ、おい。やべ、俺。黒曜石防衛するだけなのに、なんか知らんけど、エンド来ちゃった。黒曜石防衛しとけばいいのに、神風。なんでこっち来たんだよ。あ、来た。あ、あ、あ、倒すことには変わりないからな。どこ行った？あれ？どこ行った？あれ？いるんだけど。今、神風が来たところにいるよ。え？どこ？後ろにいるよ、俺。後ろ、あ、ほんとだ。おい、出る。ふぅ、あー、ちょっと待って、マジマジマジ。痛くなさそう。うわ、マジか、失敗した。まだ生きてるんだぜ。作戦失敗だ。どこ行った、シーチャンネル。マジか。え、消えたんだけど。え、いなくなった。え、いなくなった。今の爆発でね、紛れて隠れたから。あ、てか、そろそろ、どこ行った、そろそろちゃんと普通の俺の好きにしよう。俺を TNT で壊す人いないかな。あ、てかもう俺飛んでんだな、おい。そう、飛んでるよ。おい、待て、壊させないぞ。エンドにお前を倒しとるから。いやいや、エンドラは、エンドラは友達よ。お、なんだ、神風。おい、嘘でしょ。危ねえ、落下しそうだった。おお、びっくりした。危ねえ、やべえ、武器持ってる神風。これバレない。じゃあ空中でやりたいな。よいしょ。めっちゃ弱いな、エンドラ。必殺技、これを出すしかない。お、撃ってみろよ。ここ出せ。うわ、危ねえ。危ねえ。危なかった今。やばいやばい、エンドラブレス。エンドラブレス、やばい。ほっ。ほっ。ほっ。よし。カビガズもいないし、ハサミで倒すか。一応高評価よろしく券、あ、高評価よろしく券がダメージで、ハサミがこのダメージか。ちょっと待って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 。あ、神風が、もう終わるわ俺。よし、倒した。オッケー。よし。あ、神風いる。もう自滅道具ないでしょ。え、もうねえよ。なくなったんだけど。こうだ。よし。え、もう無理じゃない神風。もう出れないんだけど。もう自滅。うわ、マジか。全然失敗してた。さよなら。よし、じゃあもう俺は破壊するぞ、これを。おい、ちょっと待って。おいおいおい、ちょっと待って。それは俺が何人やらんでも守らないといけない。よいしょよいしょ。マジ100万が100万がかかってる。やばい、壁ついた。やばいやばいやばい。ここだぜ俺は。あー、ちょっと待って。おーこれ大丈夫、これ。よし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 、いい感じだぞ。どうしたどうしたどうした。出れねえんだよ、なんかここからまた。なんだろう。あのな、おい。
なんかやってんだろこれ、おい。やってないですよ。やってんだろこれ。じゃあ僕のガッチリいいですか。僕のガッチリいいですか。誰が勝てない。なんでこれないんだ、これ何もできないんだもんこれ。キーレティがあるのに。バレてる。何もできない。これで壊せるのかな。あ、壊れない。くっそ。壊れないぞ、全然。おい、おい、やめろやめろ。じゃあ、じゃあ壊すか。よいしょ。やだー。イエーイ。勝利。100万円ください。もういい。いきなりもこの動画最初で最後だぜ、この動画も。っていうのは嘘で、違和感ないですか、なんか。違和感？うん。何がよ。何がよって。本当にわからない、なんかおかしくない、わかんない。うん、いや確かに、これ俺が今ここにいるのはおかしい。違う、いやそうだけど。何今飛んでるじゃん俺。本当だ、飛んでるわ。でもエリトラつけてるからでしょ。エリトラつけてたらこんな飛び方しません。ほら本当だ、バリアブロックじゃん。おい出してよ、もう。あ、出てた。今回ですね、僕クリエイティブで、バレずに逃走中やったらいつ気づくのかってやったんですけど、バレませんでした。いいわ、分かるよ。分かるだろ。